優位に当たらないのを祈るゲームに対するみんなの反応。あかん、明らかに優位のチームが増えてきた。こっこらはひそひそさせていただく。今回いくら遅らせようが平気で優位とマッチするぞ。一回で3チームはさすがにしんどいんだ。密かの精度を上げるんや。昨日300位のランキング入りしたけど案の定昼間だけだったからな。今やるか、夜やるか。これもしかしなくても優位に当たらないのを祈るゲームやな。旧優位とプロを見かけたら、悪あがきで雨を降らせろ。トプロをびしょ濡れにする事案が多発。トプロが泣いてる画像ください。びしょ濡れしっとりトプロ最高だな。これは漏らす5分前のトプロ。なんか今日とかもはや UAE スタンダードできついんだが。今入ったら全員 UAE 力5で草、やめときゃよかった。スタミナを舐めてる UAE に当たればいいのだわはは。ただそんな UAE はランクが上がるにつれていなくなるのだわはは。初日にスタミナ A プラスの UAE キング出してみたけど、1勝もできなかったのだわはは。どう見てもスタ700台と参るようにしか見えない UAE がいてビビったのだ。それでもスタミー700ぐらいのクリオグリはカットンできたのだ1杯。スリセ接続がインチキすぎるけど回復ゴリ押しも結構やばいのだ。スタミナ SS の UAE はちらほらいるけど大抵強いんだよな。スタと根性がすっかすかの敵こいこい。スタミナ舐めてる人多いみたいで、とりあえず雨降らせておけばポイント900台で安定したわ。なんかすごい雨降ってます。もはや雨女。違うよ、なぜだかわからないけど目から汗が吹き出てくるんだ。スタミナ1200が最低ラインってすごい世界に来てしまった。1200超えると勝率が全然変わる。上位陣だと1200以上プラス金回復プラス白回復複数というね。1年後の長距離とかどうなってるんだろうな。そらもうアメリカ横断レースよ。UF 半ばまでしか育成できないんだが、結局みんな当たり前に UAE 育成してるのかそうでもないのかどっちなんだ。そうでもない、そうでもないって言ってほしい。シナリオのセオリー理解して、ちゃんとエルメイ揃えてるなら UF 後半は割といける気がする。賢さマーベラス積んでるようなデッキでも UF 9はいけた。リーグオブヒーローズ用の UAE は上振れ、マイルとかなら根性3枚入れると UAE 普通に行く。長距離はマイル短距離に比べて3から4ランク落ちるイメージ。スピ3スタ1兼1名で組めば割と簡単に全ステ上がるからラークに限っては長距離育成全然きつくないよ。だからこそ仕上がった UAE が当たり前に出てくる。それでやってて UAE は作れるけどそれ以上が厳しい。ラークは友情ゲーなんで UAE 作れるデッキを持ってるかどうかよ。持ってる人はそこそこの確率で UAE 量産できるし無理な人はまあ無理。今回のリーグオブヒーローズでは UAE 以上でスタミナ1200以上を育成できてる人たちとは当たりたくない。スタサポ入れないでもやり方次第でスタ1200以上は全然作れるよ。因子周回用の個体でも UF 前半は届くから UAE は簡単だと思う。もちろん芝のマイル中長距離の G1 レースには全て出走して。ある程度は手持ち次第だからな。さて、イモリなら多分 UAE 目指せそうだけど戦える形にするとなると主要 SSR ないなら UF 後半くらいに落ち着きそう。今日は大丈夫だったが明日からが怖い。UAE ローレルがとにかく邪魔なんだわ、ゲームとしての対抗策がない。ローレルだけでもいいからリーグオブヒーローズマッチングから外してほしい。チケット5枚温存して13710ポイント、正直プラ4いける自信はあまりない。UAE には UAE をぶつけるんだよ。最終日までチケット1枚残しで終えたりするなどの手はある。逆さてるてる坊主がこんなに強いやつだったとは。ワイモトプロ使ってるからアメ戦法使えない。UAE のローレルとダンス来たらほぼ勝てん。個人的にはローレル来たらほぼ負けてるわ。リーグオブヒーローズもチャンミも格上と当たらないことを祈るゲームや。トプロは雨降らせば勝てるからそこまで脅威には感じてないな。雨降らせて内枠ボール使えば格上相手でも多少はやれる。パフェなくなったらやってるわ。相手の UAE をなぎ倒すゲームだぞ。それはチャンミになるだろうな。UF4 から7だけど、UAE が出てもなんとか勝てるぞ。
さすがに割り込まれて点数が減らされるけど、基本は200ポイント狙ってくゲームだからその減らされるのが問題なのよ。上には当たりたくないよね。上様がこんなところにいるはずがない。わい、なんか早い時間にやりすぎてプラチナ1すら無理そうなんだけど。スピさん賢さスタ1名編成で根性800とかだけど優位には届くんだよね。届くからこそ同じ編成で根性1200超えてる人が恐ろしく見える。自前因子で試行回数も3桁って可能性あるからやばいわ。ボールも呪物もないんじゃ。意識して集めないと増えないんだよなあれ。週末1レースから馬券を買い続ければ特急呪物の人形ができるよ。明日から始めよう。自分とこに一人 UE おるのに UE に戦々恐々してるチキンワイ。元からお祈りするゲームなんだよなぁ。なんかトップロード強いね。何が強いのかは知らんけど。チーム名を UE 以上回避祈願にしてるぜ。回避できないし、実力通りの結果になるんだけどな。ちゃんみにせよリブヒにせよ俺より弱い奴に会いに行くな。ゲームデザインですし、せめてプラチナ1には到達したいが無理そうな予感がしてきた。下振れでも UG 前半で加減は上がったが上振れに上振れても UG 後半から UF1、2が限界。下手くそすぎるのはわかるが立ち回りとかがわかるサイトとか動画とか教えてほしい。リブ費用の長距離育成してるならそもそも長距離育成は上振れしづらいから気にしなくていいと思う。チャンミ用の中距離育成ならパワケンに補正ある娘がおすすめ。電化とかツーンもないらしいしいいぞ。自分のプレイングを他人に見てもらうことを模索した方がいいと思うよ。友達とか作面とかで頼れそうな人いない？当たっても相手が理想ムーブしてくれなければ勝てる程度の強さは必要だぞ。逃げ身をどうやって倒すかばっかりやってたので、トプロやローレルは全然注目してなかった。なるほど、自キャラに晴れの日とかつけてなかったから無視してた。確かにトプロで両ババはわかりやすく脅威だな。UF 後半出せるなら UE 前半とも戦える。UE 後半と当たったら絶望しよう。わい、ゴールド4進出でついに UD とエンカウント。ふふふ、怖い。消去法で差し3でやってるけどローレルがウンス捕まえてくれるのを祈るしかないな。差し追い込みさんやめてくれ。大体どいつかが上振れてポイント欠損する。自分も上様だけど上位の上様には手も足も出なくて切り捨てられてる。でもランキング見るとトップクラスでも UD とかあんまいないんだよな。自分のスタミナに自信があるなら雨作戦はかなり有効。特に対面とプロや逃げ編成の場合効果高い。ローレル？お祈りでもするんだな。マッチング次第、つまりちゃんみと同じだな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。